かなる防衛の時間です。今日は第6世代戦闘機どうなる、各国いろいろ出ていますが、やはりイギリステンペストや日本の F3 戦闘機、テンペストで見る第6世代、まあ近未来的な戦闘機の周りに自動で飛ぶ小型の戦闘機がついて回るような感じですね。こんな感じで日本の F3 まだまだ計画的には進んでいません。 F3-F22 よりも高性能な戦闘機にと考えられています。で、そこで考えるのが F35、F22、 これを果たして超えるのか、なかなか微妙な感じに思えますが、第5世代として F35、F22 があります。第5世代としては飛び抜けて高性能、しかも人が操れるという段階に来ていません。アップデート次第では第6世代に近づける、いや追いつける期待でもあります。F35 にアップデートすれば、やはり自動遠隔操作など簡単にできるような気がします。あとはソフトウェアの不具合がなければ完璧なんですが、日本も F3 で F22 を超える戦闘機、しかもまだまだ煮詰まっている状態ではない。日本も多分テンペスト以上のものを求めていると考えるのが妥当です。それかとりあえず F22 を超える戦闘機を作っておいて、アップデートとに頼る。で、そこから機体をストブル機などの開発もする。まあ、ここがベストでしょう。自衛隊に宇宙部隊が創設されました。時代は宇宙へ向かう時代に進んでいます。そこで宇宙用の戦闘機またはロボットの開発も必要かなと
やはりこれだけの構想はどんどん膨らんでいきますが、現実問題、やはり今現在最強と言われるのはこの2つ。 F-22 に関してはそこまで表には出てきませんが、 F-35 の戦闘力を考えるとやはり世界1位でしょう。ステルス性を生かして極秘の任務を行っているかもしれません。ただみんなが知らないだけです。緊急に偵察など行い、忍者のように戻ってくる。知られなければ報道することもないという感覚でしょう。今日のご視聴ありがとうございました。